お待たせいたしました。会場の準備が完了いたしました。これより壇上にご登壇いただく皆様を係の者が案内させていただきます。壇上の皆様は恐れ入りますが、マスクをお取りください。大変長らくお待たせいたしました。これよりオープニングアトラクションといたしまして、潮岳姉妹を披露いただきます。日南市北郷町に鎮座する潮岳神社は、全国で唯一、海幸志向を主祭神とする神社です。秋の大祭では、古くから神社に伝わり、現在は日南市の無形民俗文化財に指定されている潮岳姉妹が演舞されます。この潮岳姉妹は、おじし、めじし、ついをもって組み、太鼓、横笛、手拍子に合わせ、富士のごとく前後左右天をつくように舞う勇壮な舞となっております。本日は開通を記念して特別にご披露いただきます。
ありがとうございました。力強い演舞でした。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。東九州道、さらに南へ。キャッチコピーを記号していただいたほか、会場正面の看板も宮田香奈さんに書いていただいたものです。本日はお忙しい中、またお足元の悪い中、東九州自動車道清武南インターチェンジから日南北郷インターチェンジ開通式にご臨席を賜り誠にありがとうございます。本日の式典においては、新型コロナウイルス感染症対策本部の決定に基づき、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本としておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、式典スタッフにおきましては、司会者を除きマスクを着用させていただきます。改めまして、私は本日の司会進行を務めさせていただきます、宮崎河川国道事務所の中島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまより東九州自動車道清武南インターチェンジから日南北郷インターチェンジ開通式を執り行います。はじめに事業者を代表して、藤巻博之国土交通省九州地方整備局長より式辞を申し上げます。皆さん、おはようございます。ただいま紹介のありました整備局の藤巻でございます。本日ご臨席の皆様方には、整備局のさまざまな行政分野、とりわけ道路行政に多大なご理解ご協力を賜っておりますこと、これより御礼申し上げます。本日ここに東九州道清武南と日南北郷の間の開通式ご案内申し上げましたところ、
これだけ多くの皆様ご臨席を賜りまして本当にありがとうございます。事業者を代表して一言ご挨拶を申し上げられればと存じます。本日は大変お忙しい中、国会から多くの先生にお越しいただいております。古川先生、渡辺先生、武井先生、町田先生、長峰先生、本当にありがとうございます。また地元からは河野知事並びに富山先生をはじめ県議の先生方、また沿線からはすべての市長がお越しいただいております。高橋市長、清山市長、そして島田市長、下平市長、ありがとうございます。また浜中議長をはじめとして4市議会の議員の先生方にもお越しいただいております。また横田先生をはじめとして長らく技術的に強力にバックアップしていただいた学識者の先生方、経済界の皆様が、自治会の皆様、そして本日も華やかなお召し物でございますが女性の会の皆様方、そういった方々の期待を背にいい仕事を安全第一でしていただいた施工者の皆様方も多数お越しいただいております。本当にありがとうございます。東九州道が北九州から清武南までつながって早7年経とうとしております。この間に沿線では大変多くの企業が立地をし、経済活動を活発化させるとともに多くの雇用を生み出しているところでございます。また道路をつなぎますと港も元気になります。細島、油津、そして志布志、それぞれの港が非常に活況を呈しておりますし、また非常に豊富な食材、これを用いたフードビジネス、これも大変活況を呈しているところでございまして、ストック効果が早々に現れているなと痛感するところでございます。それに対しまして本日開通を迎えましたこの区間、非常に長い 17.8 キロございますけれども、足掛け16、7年かかりました。本当に皆様にはお待たせをしてしまいまして申し訳ございません。一番の難工事でございました吉野本トンネル、このトンネルを掘り始めたのはですね、平成20年の4月でございます。その1年ちょっと経ったぐらいに地滑りがちょっと確認をされまして、いろいろなことがございました。トンネル施工検討会の先生方からご指導を賜りながら、なんとか吉野本トンネルをもう一回掘り直しまして、貫通しましたのが平成29年の11月、そしてさまざまな関連工事が終わったのはつい先月でございます。地域の皆様には本当に長らくお待たせをしてしまったところでございます。申し訳ありません。本日開通式を無事迎えることができましたのは、先祖伝来の貴重な土地をご提供いただきました地権者の皆様方、そして大変多くの大型ダンプなどが往来したかと思いますが、そういう中でも工事の実施にご理解をいただきました地域の方々、そういった方々の合わせまして、先ほど来申し上げておりますトンネル等の施工にあたり技術的にバックボーン与えていただきました学識者の先生方、そして何よりも施工会社の皆様方が安全第一でスピーディーにやっていただいたおかげでございます。ありがとうございます。またこの近くでは先月末にですね、新しい道の駅が新規登録されました。道の駅北号でございます。おそらくこの道路の開通と合わせていずれですね、大きな相乗効果を生むものと考えております。期待を大いにしております。一方で1年半前でございますが、令和3年9月台風による大雨で国道220号、宮崎市の内海地区で大規模な土砂災害がございました。ご記憶あろうかと思いますが、そのため220号は止まりましたし、 JR の日南線も止まりました。多くの方々にとんでもない迂回を余儀なくされてしまったことになりまして、お詫びを申し上げます。あの時に本当にこの区間が通っていればと何度悔やんだことかあれでございますが、本日先ほどビデオでもご紹介ありましたが、日南高校3年の宮田香奈さんが揮毫していただいたロゴマーク、さらに南へと
ということでございます。まあ、今回開通する区間も南なんでございますが、おそらくこのさらに南への意味合いとしては、さらに日南福島志布志へとつながっていって、一日も早く全線開通をしてほしいという思いが込められているんだなと改めて感じたところでございます。引き続き私ども整備局としても、東九州道の延伸、そして全線完成に向けて全力を尽くしてまいります。まあ、そのためには予算の確保が重要でございまして、国土強靭化の予算も随分と頂戴して、おかげさまで本日開通に至ったところでございますが、国土強靭化の実際予算も残りあと2年だけになってしまいまして、さすがに2年で串間渋島で通すわけにはなかなかいかないものですから、国土強靭化の5カ年加速化対策が終わった後もぜひ予算を頂戴できるべく我々も全力を尽くしますので、何卒古川先生をはじめとして国会議員の先生方にはよろしくお願いいたします。また今後の工事にあたりましても、先祖伝来の貴重な土地をご提供していただくことが多々あろうかと思います。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解を賜れればと思っております。よろしくお願いします。それでは結びとなりますが、本日ご臨席の皆様方のますますのご健勝、そしてご当地をはじめ、この宮崎から鹿児島県につながる東九州道、この地域がですね、ますます発展されることを心からご祈念申し上げまして、花田素地でございますが、お礼を兼ねてご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。そしてこれからも何卒よろしくお願いいたします。続きまして、主催者を代表し、河野俊嗣宮崎県知事および清山智則宮崎市長よりご挨拶申し上げます。まずはじめに河野俊嗣宮崎県知事よりご挨拶申し上げます。本日の開通式をこのように多くの来賓の皆様、ご出席の皆様共に喜ぶことができること、大変嬉しく思っております。平成10年度に事業化されて以来、ようやくこの日を迎えることができました。待ちに待った開通であります。まあ、今お話があった吉野本トンネル、土質の問題、地盤の問題、いろんな困難はあったということでございます。現場でご苦労いただいた皆様には本当に頭の下がる思いでございます。でも今年は平成でいくと平成35年、まあ25年間かかって、まあ、四半世紀かかってようやくこの 17.8 キロが通ったと。もう吉野本トンネルはなんか四半世紀トンネルじゃないかと頭の中で思うぐらいですね、待ちに待ちに待った本当に嬉しい日であります。国土交通省をはじめ、国会議員の先生方、沿線自治体の皆様、経済界、道づくりを考える女性の会の皆様、地権者の皆様、事業者の皆様、本当にお力添えをいただいたすべての皆様に心からの感謝を申し上げます。この嬉しさをどう表現したものかとずっと考えておったんですが、侍ジャパンのメキシコ戦の村上選手の9回裏逆転タイムリーツーベースヒット、これじゃないかなと期待されながら待ちに待ちに待って、うわ、ようやく出たぞ、万歳という感動じゃないかなというふうに思います。まあ、でもだからといってこれまで国交省が三振ばかりだったとかそういうことを言いたいわけじゃありませんし、喜びのあまり藤巻局長に水をかけるとかそんなこともいたしませんが、まあ、それだけ感激も本当にひとしおでございます。まあ、でもこれをわざわざ言ったのは、でもこれがゴールじゃないんですよね。あれもメキシコに勝った終わりじゃなしに、次はアメリカが待っているということでありまして、まあ、今日の大会のキャッチフレーズが東九州道さらに南へと、宮田さんが書く様子を先ほど初めて映像で見ましたけど、本当に迷いがない、勢いがある、素晴らしい筆致だなと、まあ我々大人がね、ぐずぐずしてんじゃない、早く南へつなごうと、そんな気持ちが伝わってきたところであります。まあ、でも決勝戦はアメリカでありますが、本当にまだ残り険しいものがあります。
今日でですね、手元の計算によると供用率が 91% に9割を弱く超えるというところでありますが、残りが36キロのようであります。そしてしかも県内が32キロということであります。全線開通に向けて昨年10月も油津夏井道路の着工式がですね、鹿児島宮崎で行われたところ着々と進んでおりますし、いよいよ道の駅の北郷もこの秋にというようなことでいろんな面が進んではおりますが、でも残り36キロ頑張ろうと、万歳をしながらも最後の最後の勝利に向けてぜひ力を合わせていきたい。この侍ジャパンのに例えてこう話をしていると、藤巻局長のスラーッとした姿もダルビッシュとか大谷に見えてきてですね、きっちり残りの36キロも締めていただきたいなと。すいません、感謝を申し上げるべきところをいろんなプレッシャーの皆さん言いますかお願いばかりでございますが、ぜひお集まりの皆様と力を合わせて残りの区間一日も早い開通を目指して頑張ってまいりましょう。今日迎えたことに対する心からの感謝を申し上げ、感謝とそれから将来に向けての決意のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。続きまして清山智則宮崎市長よりご挨拶申し上げます。主催者として、一言ご挨拶を申し上げます。この度は年度末の大変お忙しい中、関係者の皆様にはご列席くださいまして心から感謝申し上げます。もう先ほど来知事がおっしゃっていただいておりますけれども、この25年来にわたる東九州自動車道の日南市までの区間、本当に先人の皆様方のご努力、また国土交通省の関係者の皆様の力によるものと心から重ねて感謝を申し上げたいと思っております。私はたまたま今この時主催者としてご挨拶をさせていただいておりますが、そうした先人の皆様方の歩みに改めて思いを馳せているところでございます。改めてお手元の資料でもさまざまなストック効果が示されているところでございます。防災や医療、観光、救急医療も今後宮崎大学附属病院との距離が非常に近くなってまいります。患者さんの救急搬送であったり、また逆に宮崎の方からこちらの県立日南病院やさまざまな医療機関に勤務に通勤に来るドクターにとっても非常にいい効果があるんじゃないかなと。私も実際大学に勤めているときは日南にちょっとバイトに来たこともございますが、大学病院からですね、毎週のように県立日南病院に非常勤で通勤に通っておられる方々もいらっしゃいます。さまざまな意味で両氏がお互いに支え合って防災医療、その効果が市民の皆さんに及んでいけばいいなと思っております。観光においても最近知事がおっしゃったように WBC であったり、また今後4月には G7 宮崎農商会合を控えていて、コロナの後非常に追い風が吹いております。宮崎市か日南市かということではなく、今後この高速道路を使って宮崎市と日南市が一体となって観光エリアとして県外の皆様にますます強い訴求力を持つことができれば素晴らしいと思っております。クルーズ船もようやく再開をされました。しっかり清武町の皆さんと一緒に今後この高速道路のストック効果を日南市と一緒に盛り上げていきたいと思っております。今日は地元もですね、こちらの北郷でのプレイベントに負けじと清武フェスタと銘打ってこの開通を喜ぶイベントを開催をしております。しっかり日南市の皆さん、そして清武町、日南市、宮崎市民の皆さんと一緒にさらにこの高速道路が南へ伸びるよう関係者の皆様と努力を重ねてまいりたいと考えておりますので、今日は一日どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それではここで大変お忙しい中ご臨席を賜りましたご来賓の皆様よりご祝辞をいただきたいと存じます。はじめに衆議院議員古川義久様お願いいたします。
清武南、日南北号、開通おめでとうございます。私どもの悲願が、またこうして大きな現実として前進をいたしました。これからより一層、私たちのふるさとの夢を、明るい未来をみんなで語り合おうじゃありませんか。東九州道を上手に活用する、その方法を共に考えようじゃありませんか。私たちの手で私たちのふるさとを作っていこうじゃありませんか。そしてその時に先人をはじめ多くの関係者のご努力に思いをいたさなければなりません。特に吉野本トンネルは全国でも指折り数えるほどの難工事でありました。国土交通省、九州地方整備局をはじめ多くの工事関係者の皆様、待ってる人がいるんだ、必ず通すんだという熱い思い、それから地権者をはじめ工事に快くご協力をいただきましたご地元の皆様、すべての皆様にここに改めて敬意とともに感謝を申し上げます。本日の開通をステップとして、さらに峰々全線開通のために皆さんと一緒に頑張ってまいります。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、衆議院議員渡辺壮様、お願いいたします。ご紹介をいただきました衆議院議員の渡辺壮でございます。今日の開通を心からお祝い申し上げたいと思います。今日私、宮崎市の方からやってまいりましたけれども、途中左手にですね、上部には満開の桜が、そして下部には菜の花がきれいに咲いているところがありました。まさに今日の開通を心から県民の多くの皆さんが祝っているということを象徴しているかのように思ったところであります。それだけ多くの皆さんの思いが詰まったこの高速道路網がつながること、本当に嬉しいことであります。私の記憶によれば、宮崎県に初めて高速道路網が根を張ったのは昭和51年、海老野の近辺、宮崎自動車道ということになるかと思いますが、だったと思います。私、昭和52年生まれの45歳でありますけれども、46年かかって今日のこの開通が宮崎県の高速道路網の大きな発展、縦軸と横軸がより充実をするという大きな起点になるというふうに感じているところです。知事や市長からもお話がありましたように、例えば物流、それから観光、医療、福祉、さまざまな面での充実が図られることはもう間違いないと思いますけれども、ただのインフラ整備、道路がつながることというだけではなくて、これは多くの我がふるさと宮崎の皆さんの心と心がさらにつながり、県民としての一体感もよりつながっていく、その大きなきっかけになるはずだというふうに私は思っています。今日のスローガンの中でも、さらに南へとありました。この東九州道はさらに南へと伸ばしていくことが大事だと思っておりますし、宮崎県全体を俯瞰してみれば、さらに南へに加えてさらに西へ、高速道路交通網の充実をより図っていかなければならないと思っています。今日の開通は本当に国土交通省の皆さん、工事に関われた皆さん、そして地元の皆さんの大きな熱意があってここまでたどり着いたものだというふうに思っています。私は、おととしの11月に当選したばかりでしかありませんので、大きいことを言える立場ではありませんが、今日ここにいらっしゃるたくさんの国会の先輩方、政府との間でも大きな力添えがあったというふうに思っておりますし、私、県議会に11年ほど身を置いておりまして、今日県議会議長もはじめ、お集まりでありますけれども、吉野本トンネルの地盤の問題等は県議会でも何度もトンネルに視察に行ったことを今思い出しながらこの場に立たせていただいております。県民の多くの皆さんの力でここまで来ました。
さらに多くの皆さんと力を合わせ、宮崎県のますますの充実発展と県民の皆さんの思いがより結実する日を迎えられますように、これから力を注いでまいりたいというふうに思っています。まずは皆さんとともに今日の喜びを分かち合いたいというふうに思っています。本当におめでとうございました。ありがとうございました。続きまして衆議院議員武井俊介様、お願いいたします。改めまして、この清武南からこの日南の新しい高速道路の開通、まさに皆様と一緒に喜べることを大変嬉しく思っております。私は小学校が日南の小学校でございましたので、よくこの音の声も含めてよく通っておりました。当時はまだですね、離合もですねうまくできないような、細い道で非常に霧が深い中でですね、大変怖い思いをしたことを、思い返しておりました。まあ、それから考えますと、まあ、もちろんこの音の声も整備されましたけれども、改めてこうして新しい道が整備をされていくと、ここまでにですね多くの皆様の思いと、そしてまた努力があったことを改めて、今日はかみしめているところでございます。まあ、特に、局長より先ほどお話もございました、昨年のですね225線の内海の崩落でございますけれども、まあ本当にあれが起こったときにですね、どれぐらいかかるのだろうか、そしてまた日南線は復旧できるのだろうか、さまざまなことを思いを去来しながら、何度も現場にも参りましたし、非常に道路整備と合わせてですね、JR の整備もかなり柔軟にですね、整備局の方で取り組んでいただいて、非常に速い速度で復旧をできたわけであります。しかしながら、海岸線が非常に脆弱であることには変わらないわけでありまして、改めてこうしてですね、安定感のある高速道路が開通をしたということが、どれだけこの県南地域にとって大きな心の支えになるかということを、改めて実感をしているところでございます。今国土交通省、そしてまた我々もですね、一体となって予算の確保をいたしているところでございます。この国土強靭化もですね、昨年の、今度の当初予算で3兆9467億でございましたが、前年比 2% 増ということで確保はいたしております。しかしながら、公共は業者 の皆さんもたくさんいらっしゃいますが、やはり資材の高騰、そしてまたさまざまな働き方改革と考えますと、 2% 程度ではですね、実は事業量としてはですね、今までと同じ量を確保していくのは非常に難しいということであります。やはりこれからですね、私たちもですね、しっかりと、そしてまたこの国土強靭化続けていかなければいけないわけであります。皆様からも後押しを賜りまして、しっかりとですね、これからもまだ未開通区間をですね、取り組んでいけるようにお力添えを賜れば幸いでございます。また加えまして、今ですね、ネクスコの方でも宮崎から北に目を転じますと、宮崎から西インターあたり4車線化の工事も進めているところでございます。未開通区間に加えまして、非常にこれでますます交通量も増えてまいりますので、こういった4車線化の促進なども合わせて取り組んでまいりたいと。今日は道づくり女性の会の皆さんもたくさんお見えでございますが、終わりのない取り組みでございますので、これからもですね、どんどんまた東京にも来ていただいて、一緒に応援をしていただければ幸いでございます。今日を契機にですね、今日がまた新たな出発ということでですね、ますますこれからもですね、このインフラ整備一緒に皆様と取り組む、今日がそういった記念の日になりますこと、ご記念を申し上げ、重ねてお祝いを申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして参議院議員松下新平様、お願いいたします。失礼いたします。清武南、そして日南北郷インターチェンジ間の開通、誠におめでとうございます。
冒頭に藤巻局長からのこれまでのお話を伺いながら、ご列席の皆様もこの間のいろんな思いを新たにされたんではないかと思っております。長かったからこそ、また難工事だったからこそ、いろんなことがございましたが、まさに総力戦で今日この日を迎えたことを改めてお喜び申し上げたいというふうに思います。私たちは県選出国会議員、予算をしっかり取れということで力を合わせてまいりました。参議院では3月28日来週の火曜日に予算が成立する見込みでございます。早期の執行をよろしくお願いしたいと思います。また国土強靭化、この5カ年、そしてさらに延長も含めて今すでに協議をしているところですけれども、この宮崎だけではありませんが、地方のインフラ、これをしっかり整備するお約束をですね、この場でも申し上げたいというふうに思います。この路線、そしてまた220号線の整備も急がれます。そして日南串間支部市、三井事業化区間もございます。早期のミッシングリング解消、そしてこの九州がつながる、そのことによって我々のこのコロナ明けてからのですね、この地域のための思いが実現するという思います。ぜひですね、今日はそういった気持ちを一つに、する、日でもあろうと思います。また統一選挙も控えております。ご列席の、対象の皆様、そして、心を同じくする同志の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、参議院議員長峰誠様、お願いいたします。本日の開通、心からお喜びを申し上げます。先ほどからお話ございます通り、吉野本トンネル1880メートルに15年かかったということで、本当に大変な工事でございましたが、英知を結集して工法を確立していただいた先生方、そしてそれを施工していただきました業者の皆様方には心から厚く御礼を申し上げたいと存じます。まあ、この吉野本トンネルがあったおかげでですね、工期も伸びました。そして予算額も膨れ上がりました。その結果、今日という日が開通の日となったわけでございますが、これも一つの天の廃材かなという気がいたしております。まさにコロナが明けて今から人が動き出す、そして日南にもクルーズ船が戻ってくる、このタイミングでですね、宮崎市と日南市が高速交通網で結ばれるというのは本当にいいタイミングだなというふうに思っております。まさにこの令和5年というですね、年を境にして、それ以前の日南とそれ以後の日南というふうに、時代を画するようなですね、そういう開通になっていくのではないかなというふうに思っております。宮崎市の皆様方におかれましても、日南市の皆様方におかれましても、この出来上がった高速交通網を最大限に活用していただくような、さまざまな取り組みをそれぞれの立場で進めていただきたいと思います。私どもそれを全力でサポートしてまいりますし、またさらに南へ、この合言葉でもって予算獲得にも精一杯力を尽くしてまいりますことを心からご祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、宮崎県議会議長代理、宮崎県議会議員富山守様、お願いいたします。皆さん、おはようございます。議長が公務のため出席がかないませんので、代わりに一言ご挨拶申し上げます。待ちに待った開通でございます。今日までの国交省をはじめ皆様方のご苦労ご努力に心から
感謝申し上げます。本当に待ちに待った開通でございます。ただこれが終わりではございません。我々地元官民一体となって、これからの県南地域の発展にどう生かし寄与すべく知恵を出し合ってですね、この厳しい環境の中で地域をさらに盛り上げるためのスタートでございますから、もちろんなる南郷串間へのもちろんこの目標としてですね掲げておりますけれども、とりあえずはここを起点にですね、県南地域の再生といいますかに取り組むべきと強く考えます。そのためには地元もしっかり頑張りますが、皆様方のご支援ご協力が必要でございます。心からお願いを申し上げます。さらに、発展を心から記念を申し上げ、また、国会議員の先生方、また関係者の方々に再度心からの御礼申し上げまして、ご挨拶いたします。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。皆様にはご丁重なるご祝辞を賜りまして誠にありがとうございました。ここで主催者側の出席者をご紹介いたします。お名前をお呼びしますので恐れ入りますが、その場でご起立ください。高橋徹日南市長でございます。続きまして、靴掛俊夫国土交通省道路局企画課長でございます。本日はおめでとうございます。続きまして、来賓の皆様をご紹介させていただきます。本来であればご来賓の皆様お一人お一人からお言葉をいただきたいところではございますが、時間の都合もございますので恐縮ではございますが、ご紹介をもちましてご祝辞に変えさせていただきたいと存じます。なお壇上にご臨席の方の改めてのご紹介は差し控えさせていただきます。それではお名前をお呼びいたしますので恐れ入りますが、その場でご起立ください。宮崎県議会議員の皆様をご紹介いたします。宮崎県議会議員の皆様は恐れ入りますが、その場でご起立をお願いいたします。宮崎県議会議員山内かな子様をはじめ4名の県議会議員の皆様でございます。続きまして、串間市長島田利光様でございます。続きまして、志布志市長下平澄幸様でございます。続きまして、宮崎市議会議員の皆様をご紹介いたします。宮崎市議会議員の皆様は恐れ入りますが、その場でご起立をお願いいたします。宮崎市議会議長鈴木一生様をはじめ11名の宮崎市議会議員の皆様でございます。続きまして、日南市議会議員の皆様をご紹介いたします。日南市議会議員の皆様は恐れ入りますが、その場でご起立をお願いいたします。日南市議会議長浜中武則様をはじめ13名の日南市議会議員の皆様でございます。串間市議会議長瀬尾敏郎様でございます。宮崎県警察本部長山本正幸様でございます。宮崎県商工会議所連合会会頭メラ光則様でございます。
宮崎経済同友会代表幹事平野伸也様の代理で川野陽一様でございます。宮崎県商工会連合会会長淵上哲一様の代理で福岡浩一様でございます。宮崎県建設業協会会長藤本健二様でございます。西日本高速道路株式会社九州支社長中村淳様でございます。続きまして、道づくりを考える宮崎中央女性の会の皆様をご紹介いたします。道づくりを考える宮崎中央女性の会の皆様は恐れ入りますが、その場でご起立をお願いいたします。道づくりを考える宮崎中央女性の会会長坂佳代子様をはじめ12名の女性の会会員の皆様でございます。続きまして、宮崎日南生き生きロード女性の会の皆様をご紹介いたします。宮崎日南生き生きロード女性の会の皆様は恐れ入りますが、その場でご起立をお願いいたします。宮崎日南生き生きロード女性の会会長山口勝子様をはじめ9名の女性の会会員の皆様でございます。続きまして、串間の道を考える女性の会の皆様をご紹介いたします。皆様恐れ入りますが、その場でご起立をお願いいたします。串間の道を考える女性の会会長斉藤静子様をはじめ3名の女性の会会員の皆様でございます。続きまして、東九州自動車道建設促進志布志女性の会の皆様をご紹介いたします。東九州自動車道建設促進志布志女性の会の皆様は恐れ入りますが、その場でご起立をお願いいたします。東九州自動車道建設促進志布志女性の会会長柿本真由美様をはじめ2名の女性の会会員の皆様でございます。以上ご紹介しました皆様以外にも、本日は各方面から多数のご来賓の皆様にご出席いただいております。大変恐縮ではございますが、お手元に配布いたしました配席表をもちまして、ご紹介に変えさせていただきたいと存じます。皆様、本日はご対応の中ご臨席を賜り誠にありがとうございます。今後とも多大なるご支援ご指導のほどよろしくお願いいたします。また本日の開通式に際しまして、ご祝電をいただいておりますのでご紹介いたします。参議院議員佐藤信明様、参議院議員足立俊幸様、以上の皆様からご祝電をいただいております。いただきましたご祝電メッセージは会場入り口にて掲示させていただいております。ご祝電をいただきました皆様には、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。続きまして、吉野本トンネル完成までの軌跡とお祝いメッセージの動画をご覧いただきます。前方のモニターをご覧ください。平成17年の工事着工から本日の開通まで、実に17年間の工事期間を要した東九州自動車道京竹南インターから日南北郷インター、中でも特に難工事となった吉野本トンネルでは、想定以上に軟弱な地質、そして施工中に発生した大規模な地滑りが工事関係者や専門家事業者である国の前に立ちはだかりました。今回開通する清滝南インターから日南北郷インター間は
平成10年度に事業化され、平成15年度には事業者が旧日本道路公団から国へ移管、平成17年度から用地取得工事に着手しました。延長 17.8km、無料の自動車専用道路で、平成25年3月に開通した清武ジャンクションから清武南インター、平成30年3月に開通した日南北郷インターから日南東郷インターに挟まれた区間です。吉野本トンネルは清武南インターから数えて2番目に位置する長さ 1880 メートルのトンネルです。吉野本トンネルの掘削は平成20年4月清武南インター側から開始しました。事前調査では少し掘り進めば砂岩が優勢の地質となると考えられていましたが、実際に掘り進めていくと砂岩と血岩が混合した非常に脆い混合層が続きました。掘削開始当初から切れ歯が自立せず各種の補助工法を追加することとなるなど、吉野本トンネルの施工は難工事の様子を呈していました。そして清武南インターから322メートルを掘り進めた平成21年4月、関係者の間に衝撃が走りました。トンネルの上部、地表面が大きくひび割れていることが発見されたのです。さらに同年6月にはトンネル内部の四方向の変状も確認。大きな地滑りが発生しており、トンネルがその影響を受けていることは疑いようがなく、やむなく工事を中止し、地滑りの状況の調査や地滑り対策の検討に着手しました。平成22年11月には、東九州自動車道清武から北郷トンネル施工検討会の第1回を開催。地滑りが発生している中、どのようにすれば安全に吉野本トンネルを施工し供用することができるのか、検討会では全16回にわたり院長の宮崎大学の横田先生をはじめ専門家の方々から貴重なご意見をいただきながら検討を進めてきました。検討の結果、地滑り対策としては主に3つの対策。1つ目は地滑り自体を避けるためのトンネルの線形の見直し、2つ目はトンネル上部の地滑り度解を軽くする頭部排除、3つ目は地滑り度解中の水分を排除して軽くする地下水排除工を行うことを決定しました。またトンネルの掘削工法としても先進動向、掘削補助工法という2つの対策を追加することが決定し、地滑りの対策の実施と並行して平成26年6月およそ5年ぶりにトンネルの掘削を再開することができました。地滑り対策の中でも特に規模の大きな対策が頭部排除です。平成25年8月から開始し、最終的には84万立方メートルダンプトラックで実に21万台に相当する土をトンネル上部から運び出すという壮大な計画でした。今年2月末、ようやく頭部排除の施工が完了。現地に行くと眼下に広がるその巨大さに圧倒されます。地下水排除口はトンネル上部の土塊から水分を排除することで土塊の重量を軽くするものです。吉野本トンネルから排水トンネルを掘削し、そのトンネルから集水ボーリングを施工することで土塊中の水分を排水します。平成29年11月、地滑り対策はまだ途中ですが、並行して進めていたトンネルの掘削が完了し、ついに念願のトンネルが貫通しました。それでは実際のトンネル掘削の様子とトンネル貫通の瞬間をご覧ください。Thank you.
平成30年1月には関係者が集ってトンネル貫通式を開催し、トンネルの貫通を祝いました。非常に厳しい地質条件の中、ご尽力いただいた多くの施工業者、コンサルタント、専門家の皆様、また工事にご協力いただいた地域の皆様のおかげで、無事に吉野本トンネル、そして地滑り対策を完了させ、東九州自動車道京竹南インターから西南北郷インターを本日開通させることができました。皆様のご尽力ご協力に改めて心より感謝を申し上げます。それでは完成した東九州自動車道京竹南インターから西南北郷インター間の映像をご覧ください。広島東洋カープのケムナ誠です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ、出身地である日南市まで高速道路がつながること、大変嬉しく思います。高速道路がつながることで日南市がますます発展するのではないかと期待しています。キャンプ地にも短い時間で来られるようになりますし、観光やグルメなど魅力いっぱいですので、ぜひ日南市へお越しください。これからも皆さんに希望を与えられるような選手になれるよう頑張っていきます。この度は誠におめでとうございます。オリックスバファローズの山本由伸です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ、僕が高校3年間を過ごした第二の故郷宮崎県がますます発展していくこと、嬉しく思います。オリックスバファローズは清武南インターの近くにある宮崎市清武総合運動公園でキャンプを行っているので、東九州自動車道を利用して、さらに多くの方にキャンプにお越しいただければと思います。これからも皆さんに心から応援していただける選手になれるよう頑張っていきます。この度は誠におめでとうございます。日南市長の高橋徹でございます。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ、いよいよ離岸でありました東九州自動車道清武南から日南北郷間の開通が3月25日に決まりました。開通します。
思えば平成21年だったと思いますけども、一旦吉野本トンネルの工事が中断した時もあったんです。で、再開をした頃にはですね、ちょうど10年ぐらい前になるんですけども、北の方では開通が相次いでまして、もう数年後には北九州市までつながるという、そういう盛り上がっていた時に、まだ吉野本トンネルの工事の土音は聞こえてなかったんです。私も非常に当時県警員をしてまして、悔しい思いをした記憶が蘇ってまいります。もうそういう中でも、この日南市民一人一人が諦めずに早期促進開通を目指して取り組みを進めてきました。決起大会も何回もしました。要望活動も何回も行いました。その結果がこの3月25日の開通につながったものと、大変嬉しく感激をするところであります。この開通によって宮崎市と高速道路でつながって、北九州市と340キロが結ばれる、そういう高速乗車道の開通でありますから、相当の時間短縮が期待されます。人、物、金の流れが活発化して、この日南市がさらに飛躍する、そういう要素をいただくものと思っております。北五道の駅も今年の秋にはオープンをすることになっております。そこには九州最大級と言われるインクルーシブの遊具施設も兼ね備えておりますので、子どもから高齢者まで集える、そういう施設をオープンいたしますので、多くの方々に市外からおいでくださるものと期待をしております。観光資源もたくさんございますので、そこをもっと磨き上げをして、今後日南市から訪れるだろうお客様のおもてなしに向けて、日南市民一丸となって取り組んでまいります。さらに福島渋谷へと東九州道全線開通に向けて、私たちもこの日南市民一丸となって運動を展開してまいりますので、力を合わせて県民の悲願課題ということで共有をして、今後運動を進めてまいりますので、東九州道さらに南へ頑張ってまいります。今後ともよろしくお願いいたします。こんにちは、宮崎市長の清山智則です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ。令和5年3月25日に東九州自動車道清武南から日南北郷間がついに開通になります。この区間については、事業化してから24年、工事着工して17年が経過しており、ようやく宮崎市と日南市が高速道路でつながるということで、大変嬉しく思っております。今回の開通区間につきましては、山間部を通るルートでトンネルが12箇所、橋梁が14橋存在するなど、とても困難な現場であり、国土交通省及び工事関係者の皆様には改めて感謝を申し上げます。その他、災害時や救急医療の分野においても大きな整備効果が見込めます。今回の開通区間に並行する国道220号では、大雨が降ると事前通行規制がかけられ、過去に何度も土砂災害が発生しています。令和3年度にも約1ヶ月の通行止めを伴う災害が発生し、地元の学生の通学にも影響が出たところです。国道220号と東九州道のダブルネットワークが構築されることで、災害時や救急搬送の際の命の道として機能していくことが期待されています。観光面におきましても、宮崎日南では多くのプロスポーツチームがキャンプを行っており、漁師間の移動時間が短縮されることで、さまざまなタイアップ企画なども期待できるのではないかと考えております。宮崎市においては、今年度宮崎から神戸をつなぐカーフェリーも新しくなりましたので、県内外の皆様が活用する機会も増えていくと期待しているところです。なお、清武南日南北郷間は無料区間となっていますので、開通後は
県南地区から清武地域に流入する人の流れも増えると想定されています。清武地域の皆様と意見交換を行いながら、高速道路開通によるストック効果を最大限発揮できるように頑張っていきたいと考えております。今後は2回通区間が存在する日南、串間、志布志市などの関係自治体や市民の皆様と協力して、東九州自動車道の全線開通に向け精一杯取り組んでまいります。宮崎県知事の河野俊嗣です。開通誠におめでとうございます。東九州道さらに南へ。東九州自動車道清武南日南北号間の開通、誠におめでとうございます。そしてありがとうございます。平成10年度に事業化されて以来待ちました。待ってようやく実現をしたこの高速道路の完成、本当に嬉しく思います。ご尽力をいただきました国土交通省をはじめ、お力添えをいただきましたすべての皆様に心からの感謝を申し上げます。日南市で半世紀以上にわたってキャンプをしていただいている広島東洋カープ、そのカープの松田オーナーは私の高校の先輩です。お会いするたびに、お前早く高速道路作らんかといつも責められておりましたが、ようやく完成をして先輩できましたよと胸を張って報告することができます。広島カープのファンも西武ライオンズのファンもこれで日南に来やすくなりますし、こうしたスポーツのみならず観光、経済交流、さらには防災、医療、日南市から北九州市まで一本の高速道路で結ばれることによって大きな大きな効果がもたらされます。歴史的な日を迎えて本当に嬉しく思っております。でもこれはゴールではないんですね。日南高校の宮田香奈さんが力強い字で書いていただいたように、東九州道さらに南へ。我々は今日迎えたことを、そのお祝いの気持ちを共有するとともに、でもまだまだミッシングリンクがある、さらに事業を南へ進めていかなくてはならない、一日も早く全線開通を目指すんだと、その思いを心を一つに共有してさらに頑張ってまいりましょう。東九州道の一日も早い全線開通を目指すこと、そのことを皆様にお誓いをし、そして今日のところは日南市までの開通を心からのお祝いと感謝を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございます。テープカットとくす玉回避に先立ちまして、キャッチコピーを記号していただいた宮田香奈さんの後輩である日南高校書道部の皆様が、先日開催されたプレイベントにて制作された作品を披露いたします。東九州自動車道開通に対する思いが込められておりますので、会場右前方をご覧ください。
これより東九州自動車道清武南インターチェンジから日南北郷インターチェンジの開通を祝い、テープカットとくす玉回避を執り行わせていただきます。まずテープカットを行っていただきます皆様はお名前を呼びいたしますので、係の者の案内によりご移動をお願いいたします。またご移動いただく途中で手袋を係よりお受け取りください。テープカットを行っていただく皆様をご紹介いたします。河野俊嗣宮崎県知事でございます。衆議院議員古川義久様でございます。衆議院議員渡辺壮様でございます。衆議院議員武井俊介様でございます。参議院議員松下新平様でございます。参議院議員長峰誠様でございます。宮崎県議会議長代理宮崎県議会議員富山守様でございます。串間市長島田利光様でございます。志布志市長下平澄之様でございます。清山智則宮崎市長でございます。高橋徹日南市長でございます。藤巻博之国土交通省九州地方整備局長でございます。靴掛俊夫国土交通省道路局企画課長でございます。続きまして、くす玉回避を行っていただきます皆様のお名前を呼びいたしますので、係の者の案内によりご移動をお願いいたします。こちらもご移動いただく途中で手袋を係よりお受け取りください。くす玉回避を行っていただく皆様をご紹介いたします。宮崎市議会議長、鈴木一生様でございます。日南市議会議長、浜中武則様でございます。宮崎県商工会議所連合会会頭、メラ光則様でございます。宮崎県警察本部長、山本正幸様でございます。道づくりを考える宮崎中央女性の会会長、坂佳代子様でございます。宮崎日南生き生き労働女性の会会長、山口勝子様でございます。西日本高速道路株式会社九州支社長、中村淳様でございます。松村智樹国土交通省宮崎河川国道事務所長でございます。また日南市の観光イメージキャラクター日南者様と、宮崎市の観光イメージキャラクターミッシちゃん、宮崎県シンボルキャラクター宮崎県のひーくんも駆けつけてくれました。今日はお手伝いどうぞよろしくお願いいたします。テープカット並びにくす玉回避を行っていただく皆様は、写真撮影を行いますので恐れ入りますがマスクをお取りください。テープカットを行っていただく皆様は、係の者よりハサミをお受け取りください。それではここで写真撮影を行います。テープカットを行っていただく皆様は、テープをお持ちになりハサミをお当てください。
皆様笑顔で正面のカメラにご注目ください。報道記録関係記念写真を撮られる皆様はどうぞお撮りください。写真を撮られた方は元の位置へお戻りください。そろそろよろしいでしょうか。それではいよいよテープカット並びにくす玉回避を取り行います。私が3、2、1どうぞと合図をいたしますので、掛け声に合わせてテープカットとくす玉回避をお願いいたします。またテープカットおよびくす玉回避の直後も笑顔で正面のカメラにご注目いただきますようお願いいたします。それでは参ります。令和5年3月25日東九州自動車道清武南インターチェンジから日南北郷インターチェンジの開通です。3、2、1どうぞ。ありがとうございました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。それではここで再度写真撮影のお時間をいただきます。くす玉回避を行っていただいた皆様はそのまま紅白の紐をお持ちください。テープカット並びにくす玉回避を行っていただいた皆様、今一度笑顔で正面のカメラにご注目ください。報道記録関係記念写真を撮られる皆様はどうぞお撮りください。ハサミと手袋を回収させていただきますので、係の者にお渡しください。続きまして通り染めを行いますが、通り染めの模様は前方のスクリーンで配信いたします。テープカットおよびくす玉回避にご参加いただいた皆様にはお手数ですが、今一度お席にお戻りいただきます。係の者の案内に従いましてご移動をお願いいたします。それでは通り染めを行います。本日ご臨席の皆様は前方スクリーンをご覧ください。東九州自動車道の開通は私たちの生命財産を守り、安全安心に大きな役割を果たします。また
各地がつながることで地域の交流が生まれ、産業の発展が促進され、暮らしの豊かさにつながっていきます。そんな私たちの暮らしを支えている車両が、これから通り染めを行います。本日は東九州自動車道清武南インターチェンジから日南北郷インターチェンジの調査、設計、工事を担当された会社の皆様が下り車線側からお見送りしてくださってます。それではスタートです。会場の皆様、どうぞ拍手でお見送りください。まずはこの通りを管理します国土交通省の道路パトロールカーが通り染めを先導いたします。続きまして、地域住民の生命を守る西南市消防本部の救急車です。開通により、これまで以上の迅速な出動、搬送が可能となり、救命率の向上が図られます。続きまして、陸上自衛隊都城駐屯地の偵察用オートバイと軽装甲機動車です。災害現場などでも高い機動力を生かし、活躍しており、開通により、より早く展開できることが期待されます。続きまして、帯通産株式会社様です。製紙用原材料、古紙、木材チップ、ハイタイヤなどをご覧の運送車などで、東九州自動車道を経由し、輸送しています。そして最後に、日南で生産された帯杉を運ぶ南中森林組合様です。400年もの歴史を持つ帯杉は、江戸時代には主に木製線を作る弁工材として用いられていました。帯杉は強い耐久性と弾力性を持っており、また粘性があり、衝撃を受けても折れにくいという特徴があります。開通に伴い、安定的な輸送や出荷が可能となり、物流利便性の向上が期待されます。以上で通り染めを終了いたします。それでは主催者を代表して高橋徹日南市長より謝辞を申し上げます。日南市長の高橋でございます。満開の桜が咲き誇る今日の雪日に、東九州自動車道清武南から日南北郷間の開通式がこのように盛大に開催されましたこと、大変嬉しく思っております。難工事、そして長い年月を要しただけに喜びもひとしお、私自身が感激に浸っております。開通によってこの日南市と宮崎市が高速道路でつながります。そしてさらに北九州市へとつながってまいります。このことは日南市にとって新たな夜明けであり、新たな未来への第一歩を踏み出したものと思っております。そして西南市の子どもたちが地元でしっかりと根付いて育んでいく道、さらには日南高校書道部の子どもたちをはじめとするこの未来ある子どもたちが進学や就職で転出した後に、市外に出た後に、ふるさとに帰ってくることができる希望の道となる、そういう東九州自動車道の今回の開通だと
そう信じております。これもひとえに、国会議員の方々、国土交通省、宮崎県、そして難工事に携わっていただいた工事関係者皆様、そして工事現場付近の地域の方々の深いご理解とご協力があった賜物だと改めてここに御礼を申し上げるものであります。この開通効果、私ども日南市の最大の好機と捉えて、さまざまな取り組みを今進めております。先ほど来紹介があります、今週この秋には道の駅北郷がオープンをします。そしてこの北郷インターチェンジ付近に移住者向けの住宅団地を今準備をしております。今後とも関係各位のご支援ご協力を心からお願いするものであります。結びに、この東九州自動車道清武南から西南北郷間が開通したことは、さらに南へ串間渋谷へとつないでいく大きな大きな力になったと思っております。改めてこの東九州自動車道全線開通に向けて、これからの取り組みをしっかりと強めていくことをここに決意を申し上げるとともに、今日開通した喜びを皆様方に感謝感謝感謝の思いを申し上げて謝辞といたします。本日は誠にありがとうございました。これをもちまして東九州自動車道清武南インターチェンジから日南北郷インターチェンジ開通式を終了させていただきます。ご臨席の皆様には長時間にわたりご列席いただき誠にありがとうございました。